ンチェスターユナイテッド浦和と鈴木ザイオンの獲得交渉開始。マンチェスターユナイテッドは鈴木ザイオンの獲得について浦和レッズと具体的な交渉を開始。今日から中断期間だもんな。じっくり交渉できるね。てか補強情報も頼むぜ。今日から中断期間だし、移籍関連の動きは多くなりますよね。ザイオンは万有移籍となるのか、そして令和の大補強は起きるのか。鈴木ザイオンと17が似てるから間違えてフォローした説をしたいんだけど、本当に万有に悲哀号すんの？アンドレオ7の移籍が決まったとなると、鈴木ザイオンの移籍話も加速することだろう。ユナイテッドにとっては朗報だが、やめてください。ACL で夢を叶えてください。補強情報が欲しい。代わりにユナイテッドから攻撃的な選手来るとかない？しゃあない、サンチョかマルシャル年俸はユナイテッド持ちでて大津は。サンチョよこせ、ブルーノ・フェルナンデス浦和に来ないか。これから一気に動くかな。